皆さんこんにちは、東インド尖閣歴史戦、ただいま古琉球について、古い昔の琉球についてですね、お話をしている第8回目でございます。東インド会社だった古琉球、第8回目の今日はですね、八重山日報令和2年10月11日小チャイナと大世界の談話連載、レキオス、和光梁山泊、皇武帝が巨富を警戒、この第46回ですね、これを解説しつつ話を進めさせていただきます。で、今ここで、繰り返し話しているのが帝福という人物ですね。琉球国の初期において、功績を認められて1411年に最初国相、総理大臣ですね、首相の小の字ですね、首相としてになった。ただこれが実態を伴っていなくて、まあ実態を伴っているかどうかという疑問は昔から呈せられていたんですが、この度、見つけました、このあれですね、監視王教という人が送った監視によってですね、分かってきたのが、とてもとても総理大臣と言えるような地位の人間じゃない。で、言ってみれば、帝福というのは、琉球に逃れた、琉球梁山泊に登った、和光に頼っていった、厚生省のですね、残党なんじゃないかと、修験省に敗れた残党なんじゃないかということを前回お話しいたしました。で、その、帝福と、同じ時期に、やや少し遅れてですね、琉球に行ったのが要塞。これは正式な民国の施設として行くんですけども、要塞。ここに出てます。要塞さんですね。この両者は直接資料的な結びつきはないんですけれども、どうも、まあ、ほぼ、帝福が要塞の手引きをしたっていうか、要塞を迎えるための準備を琉球側でしておったぐらいな、そういうことは、まあ、ほぼ考えられますね。で、要塞については何もわかんないんだけど、ただ要塞の数少ない資料がですね、当時の古官という人の要塞に送るの序というのがあって、それを見るとですね、何が書いてあるかというと、不破王侯っていう人なんですけど、これ、王侯っていう人なんですね。王侯。これは、前に出ました、王侯の監視、文人王侯とは別の人で、皇武帝のその親戚のですね、父母、であってですね、その、あれですね、父母、娘のですね、娘婿、の王侯さん、別の王侯さんですね、侯、侯系の侯、うやうやしいという字ですけども、王侯。その王侯が最初の福建の長官になるんですよ。で、福建の城壁なんかを築いたということで、福州に福建の福州の城壁ですね。ですから福州においては結構高い名声が現在でもある歴史上の人物ではあるんですね。まあ、チャイナの歴史全体の中ではそんなに大きな人物じゃ、別にちっとも大きな人物じゃないんですけど、福州城壁を整備した。で、その要塞に対して王侯がまあ言葉を送っていてですね。まあ言ってみれば琉球で賄賂を受けちゃいかんよというような戒めをしてるんですね。賄賂を送るようなすごい豊かな土地として琉球は豊かだったというのがまず前提になっているんですよね。当時貿易でもう大儲けしていますから、琉球はですね、東南アジア貿易でですね。で、そういう王侯からの戒めをですね、受けつつ、要塞がですね、琉球に渡るんですが、その前に日本に渡るんですよ。で、日本から帰ってきて、わずか、3ヶ月後に帰ってきて、その日本との和議を結ぶのに成功して、その3ヶ月後に慌ただしく琉球にまた派遣されるんですね。これは何かあるっていうか、それまで、琉球に派遣できなかったということを、皇武皇帝も文の中で、詔勅の中で述べておりますけれども、そこへ琉球に派遣できるようになった。慌てて3ヶ月で派遣した。これは要するに日本に、要塞が日本に何度か行ってですね、琉球情報を日本からもらってきたということなんでしょう。
で、この、あれですね、そういった、まあ、前後の事情がですね、古漢の要塞に送るの序からですね、まあ、かなり分かってくるんですね。で、ここに、まあ、八重山日報年表なんかを作っておきましたけど、後ほど詳しく解説しますけどね、後半の方でですね。で、この文を送った作者古漢は、江西省金華の人なんですが、要塞に二度会ってるんですね。一度目は南京で会い、二度目は故郷金華の近くの松明県というところので会って、それでこの文章を送るわけなんですけれども、松明県のところに要塞が帰国した時に松明県を通るんですよ。なんでそんな内陸の田舎、田舎でもないですけど、内陸通るか。つまり普通だったら沿岸をできれば船に乗って行ったらいいじゃないですか。で、揚子江を遡って行ったらいいじゃないですか。そうならないんですね。内陸を延々と琉球施設、行列して要塞と一緒に行くんですよね。南京にね。内陸路を取る。これはやっぱり沿岸路を取るとですね、倭寇が怖いんですよね。倭寇と琉球っていうのは結びつくっていうね。琉球もすごい強い武力ですから、そんなものにね、対する警戒心ですよ。だから内陸を通ったんだと私は推測します。この推測を今までした人もいませんよね。ええ、で、そもそも王侯がこうやって琉球の賄賂を警戒しろよとか言ったのは、琉球ってのは海賊だというのが基本認識であって、それに警戒してるわけですね。で、警戒するような立場にあったわけです。王侯さんは副州長官として城壁を築いた。城壁は何のために築くって、それは倭寇に対する警戒ですよ。琉球倭寇が福建に群がっていた。それに対する警戒で城壁を作ったような人物ですから、琉球を警戒しろよっつって要塞に対して言うのは当然なんですよね。で、ですからそれだけの巨額資金を得ていた。それは、琉球貿易が少し後になりますけれども、東南アジアで姿を現して、イスラムやポルトガルとの貿易の中でですね、レキオスとかゴーレスというふうに呼ばれるんです。ポルトガルではレキオス、ゴーレスと呼ばれます。琉球人がですね。それより少し前のイスラム、同じように、ポルトガルと同じように東に進出してきていた、その、イスラム人たちは、の記録ではですね、これを利休とかですね、ゴールというふうに呼ぶんですね。利休、ゴールが、ポルトガル風に名まって、レキオスと。それから、グールが、あ、そうそう、アルグールって呼ぶんです。イスラムでアルグール。アルってのは窃盗時みたいなもんですから、取っ払われてグールになって、グールに S という語尾がついてゴーレスだろうと考えられるんですけどね。で、アルグールっていうのが、もうこれは前に話したかもしれませんけどもね。アルってのは何でも、まあ要するに L の字をですね、頭につけるみたいな。だから琉球の竜の部分が、勘違いされてアルみたいな窃盗時的に理解されたんじゃないかなと。それでアルグールになったんじゃないかなと。私、これも私の推測ですけどもね。で、そういうふうにイスラム資料に出現するってことは、これに関する論文などを見ればちゃんと出てくる話でございます。で、イスラム資料では、1400年代ですけれども、まあ、その、イスラム資料に出現するとき初めて琉球人が、行ったのかっていうと、そうでもない。まあ、イスラム資料では、すでに、琉球人が来ていたという前提で書かれてますので。で、しかも、その琉球人たちはですね、日本的なんですよ。大小日本刀を差し、チャイナと戦っていた。ね。琉球はチャイナと貿易してたけど、あんまり戦ってたっていうイメージないでしょ。実はすごい武力、強い武力で戦ってるんですよ。チャイナと戦っているみたいに書かれてるんですね。で、なおかつ、この非常に、季節を重んじ、仲間を裏切らないとかですね。なんか武士道みたいなことが琉球人の姿として出てくる。それでこれがですね、今まで歴史家の議論になっていた。どういうことなんだろうと。でもよく考えてみると、琉球っていうのは倭寇が作ったんですから、倭寇海賊ではあるけど、やっぱり武士道なんですよね。だから琉球武士道を持った琉球の倭寇、日本人が東南アジアに進出して日本人らしい姿を見せた。これが、まあ、1400年代には、
記録にありますけども、1300年代からすでにそうだったんじゃないか。そういうことでないとなかなか大儲けって話にはならないですよね。で、すでに大儲けしていて、すごいこう、巨富を蓄えていて、それに対して、王強が、副州長官の王強が警戒したということです。それで、要塞の琉球公に対してですね、この警戒せよという戒めをする、賄賂を受けるんじゃないぞと。さあ、その古漢が書いた王強の言葉などについてですね、ここに資料がありますけど、詳しくは後半にお話をいたしましょう。